皆さんこんにちは。今回のですね、サギンヨカヨカチャンネルなんですけども、8月に行われましたお祭りの様子についてお届けしていきたいと思います。佐賀城下栄の国祭りといってですね、2日間にわたって佐賀城の周りでですね、様々なイベントが行われるお祭りとなっております。なんとですね、今年で53回目ということで、50年を超えて地域に愛されるお祭りとなっております。その中でですね、僕たち佐賀銀行は2つのイベントに参加しております。4日に行われました、まず県民祭みこしパレードにまず参加をしております。こちらはですね、可愛らしい子どもみこしだったり大人みこしが佐賀市の街を練り歩くイベントとなっておりますので、まずそちらからご覧ください。どうぞ。体一番大事ですので、さらにこのイベントに協力してください。よろしくお願いします。すごかったですね。みこしもですね、とても迫力があって良かったと思います。はい、で続いてですねは、この祭りのフィナーレを飾るですね、総踊りとなっております。佐賀市内のですね、企業チームですとかですね、そういったものが参加しまして約、2000人を超えて、約3曲の踊りをですね、なんと1時間以上踊り続けるというものになっております。でこの踊りなんですけども、実は審査員がいまして、グランプリですとかそういった順位が、決まっているようになっています。で僕たち佐賀銀行ですね、今年はこのグランプリ大賞を目指して、一生懸命一丸となって練習の方に、励んだということでございます。発想が負けるとかじゃなくてね、佐賀銀行の、若さというか若い人たちのいいなと思っていただければそれでいいと思ってます。なるべく元気を出して、踊り合わせるということです。はい、味方を慎重したからといって気合は入ってますが、みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。
賞株式会社佐賀銀行の第53回佐賀城の栄の勝ち総踊りにおいて全員揃った大変素晴らしい踊りでしたので、ここに総踊りグランプリ大賞を贈り表彰します。令和6年8月4日佐賀城下栄の勝ち振興会おめでとうございます。栄の国祭り、優勝万歳。はい、ということでですね、我々佐賀銀行今年の、栄の国祭り総踊りで見事、グランプリ大賞を受賞いたしました。ありがとうございます。今年は浴衣も新調して練習量も多くして気合い入ってましたもんね。はい、我々佐賀銀行はですね、これからも、地域の皆様とともに、お祭りやイベントに参加して盛り上げていきたいと思います。来年も頑張るぞ。この町生まれてこの町に暮らして今歩いてきた道振り返るこの時ありふれた言葉じゃこの気持ち語れない。目を閉じればそこに夢がほら広がる。晴れ渡る青空と緑が輝く街並み。やっぱりやっぱり街が好きな笑顔。